自分らしく社会に貢献する生き方働き方よろしくお願いいたしますはいお願いします、えー、皆さんこんにちは、えー、今ご紹介にあつかりました社会協会学,学長の田中と申しますよろしくお願いしますまずはじめあの今日秋山さんはじめ、えー、ベッドジャパンの皆さんにですね、えー、このような貴重な機会をいただきましと感謝申し上げますどうもありがとうございました、えー、命の場から社会を良くする、ね、この理念素晴らしい やはりこの,この場は私は命を語る場だと思ってまいりましたので、まあ普段自分がしゃべってない話というか本当に自分が何を目指して今この社会基業大学をやったのか、まあ、そういったことをです、ね、ここでお話しできたらと思ってまいりましたあの少しでも皆さんのお役に立つ話ができればと思いますのでよろしくお願いします、えー、最初にです、ねえーこ,れまあ、これは社会企業 の話をするに必ず私が出出していただく言葉でございます。ビーザーチェンジャーというウィスドシーザーマンド、ビーザーチェンジャーというウィスドシーザーマンド。まああなたがなりたい変化にあなたが求めているものにまずあなたがなりなさい。まあどうしても社会企業、ね社会良くしたいって思う人たちは、まあ地方を変えるとか、途上国の子どもたちに教育を当てるとか、まあそうやってこう何かこう。 何かを変えようとする動きがあるんですが、何かを変えるまでまず変わるのは自分でしょうっていう言葉なんですね。地域活性のお仕事に関わしていただくと、その地域もったいないからもっと良くしようなんて思って頑張っている人はたくさんいます。今お金がたくさん集まって元気になってます。だなかなか変わらない。そのお金がなくなった瞬間にみんないなくなっちゃって、なかなか日本の地域元気になる。でも地域が元気になる時ってどういう時か。やっぱ本当にその地域のことを愛して。 この地域の素晴らしさを知っててなんとかそれをみんなに知ってほしいこの地域を残したいって本気になって思っている人そういう方がいるとその地域は変わっていくんですねだから何より大事なことは自分から変わることこれがこの言葉をが教えてくださってますこれが僕は社会起業家の本質だと思って毎回話をさせていただいておりますもう一つ重要な言葉使命どうでしょう皆さん今日 この命の命現場に向き合っている皆さんとこうお話するのを今日楽しみに来たんですがまあ自分としてこうもう使命を持ってやっているぞと思っている方いかがでしょうあ素晴らしい。やはりここですね、半分以上おられるとなかなか私もこの話をしていないんですが素晴らしい場に来て本当に感謝申し上げます。えーね、これは今日講演くださる田坂先生から教えていただきました。使使命命ととは命を使うことだよ ね、自分が命を使って何をやるべきか何をすべきかその問いに答えようとしたときにきっとお金儲けだけ考えないですよねお金儲けるために命がかうんなならないしでしうつまんない権力闘争をやりますかねやっぱり自分の命を使おうと思ったら本当に自分がやりたいことこ人生をかけて成し遂げたいこともしくは家族親友自分にとって本当に大事な人を助ける。 ね、この子孫子供のためにこの社会を良くするそのために命を使おうそう思うと思うんですねだから僕この使命という言葉一番非常にこう胸に刻みましたそうかみんなが命のことをちゃんと使えばこの世の中ハッピーになるんだねって思ったんですでもなんで今そうなってないんでしょうかってね申し訳した例えばまだまだお金私実は銀行出身なんですがお金 ばっっっっっかかりてててるっていうかそんなな世の中になっちゃってますで、まあ、私自身ですね実はちょっと、まあ、まだまだ先ん越ながら何が今起こってるかって自分なりにまとめてみましたでこれはあの「インターネットが一か方を変る」って書いてますがこの BIAI って AI はあのアーティファインターネット人工知能ではなくてですねアフターインターネット、えー、ビフォーインターネットとアフターイン,インターネット、まあ、1995年ね Windows95 が出たとこここから僕は ある意味2000年単位の世の中の変化が起こっていると要は ACBC に重ねてこう書いてみました。どれだけインターネットで世の中を変えたかっていうことを私は言いたくてこれを出してですね。この BI の時代っていうのはまあいろんな言い方があるんでまあ皆さんいろいろお考えあると思いますが私はまあ安心同質安心時代まあもしくは機械化っていうふうにやってます。要はみんな同じことやって満足する。 ヒットトチャートを見てですねナンバーワンの曲みんなが聴いてるブランドみんなが着てるブランドを着てみんなで安心するね東京に来たらみんな集まってみんなここでやってるだから要はある意味みんなが集まってしまう同じことをやるってことで安心してただから大きな組織が強かったしみんなその権力を得てやっていこう、まあ、そんなことをいまだに政治の動きいろんな社会の動き見ててもですね なんかこの時代前提にやってるんじゃないかと思う事件たくさんあります、まあ、スポーツの世界でもそうもしかしたら古い組織もそうなってるでも AI の時代っていうのはもう皆さんお気づきの通りですね生命の時代だし個性が輝く時代だし一人一人がやっぱりどうやって自分の命を輝かせるかって、まあ、そういう時代になったんですねだから私はそれをサポートするそれが自分の使命だと思ってやってるんです じゃあその点はどうしたらいいかって私これ実は社会協大学会社の名前なんですが「リソール」っていう名前を私は会社の名前つけたんです15年前これんでか要は皆さんソウル魂要は皆さんこのそれぞれに使命が必ずあるはずだだからその使命を思い出してくださいそういう意味でつけたんですね必ず皆さんにこの世の中やるべきことがある自分の命を懸けてやるべきことがあるこれが自分の信念です だからそれを皆さんに気づいてもらう見つけてもらうために今頑張っています。言い方を変えると本当の自分に戻る本来皆さんは素晴らしい才能をお持ちなんですねどの人もどんな人もだから今までつけてきた衣を脱いで本当の自分になるそうなっていただければこの世の中本当にみんなハッピーに生きていけるし社会自体がハッピーになる私はそういうふうに信じて実はこのずっとやってきています。 でもなかなかそう言われてもれ田中さん言ってるのが分るは分かると頭で分かるけどどうやったらじゃあその本当の自分になるのって話が絶対あるんですねあこれ有名なのみの実験ご存知の方も多いと思いますねあののみって本当は1メートル以上飛べるんですがこの50センチの箱の中に3日間入れてるとですね最初はぶつかってるんですけども3日後にその箱を外すとですね50センチしか飛べなくなってるね皆さんにとってのこの箱何か ね、子供の時にどうでしょうか、うん、私もまあ結構好奇心旺盛だったんで大人にいろんなことを聞きましたなんで人は死ぬのかなんで人は嘘をつくのかお前何言ってんの、YouTube、なそのこと聞かなくていいかなって先生にこと聞いてきなさいみたいなまあねどうでしょう皆さんそれぞれ好きなことやりたいことたくさんあったんじゃないですかねだけど周りは社会にずれちゃう人とずれたことをやったらだめだってみんな言われた通りやりなさい先生に言われた通りやりなさい会社に言われたとりやりなさい そうやってやっってててきてますよねだからいつの間にかその慣れてしまったっていうかねこの箱自分の中で何かだから自分の心の中でいろんなこと本当にやりたいことがあった本当は誰かを助けたかった何かやりたいことがあったはずですだけどそれを我慢せざるを得なかったっていう環境にいる結局それによって皆さん何になったか機械みたいにね同じような人が出てきただからまず本当の自分になるために 皆さん気づくことは自分にこう箱を置いいてるんじゃないか自分が自分のことを勝手に抑えているんじゃないか。皆さんの持ってる可能性を勝手にだからもう諦めるのはやめたいんですね。もう装うのはやめましょう。皆さんそれぞれが持っているもの、それを出していくということですね。だからシンプルです、やることは。ね、今日来て。まあ、魂、僕は命と同じだと思います。要はシンプルです。魂の声に従って動くこと。 魂の喜ぶここととをすることでするでね自分にとって何をやって喜ぶのか心から割れていてる言葉必ずここにお越しの皆さんにはあると思いますそしてそれに従って動いているまあそのちょっと恥ずかしいんですが、まあ、その一つの事例としてせっかくなので自分のこともお話しさせていただきます、えー、私自身実はですね1900年、まあ、この半沢直樹の写真出してますがど何で出したかというと 私実はあの犯罪の起きと同期なんですって言うと、皆さんさえっ、ー、と思いますけど、1992年なんですね、彼、私も1992年の銀行に入った人間で、ちょうどバブルが終わった後のの、ね、話で、いまあ、だに嫁と一緒にこれ見て、あの時の銀行の時のいろんな思いがこれ出てくるんですけど、もともと銀行員でした。で、まあ、その時まあ銀行の仕事は本当つまんないなと思ってやってましたが、でもやっぱりどうしても海外行きたいっていうのがあってです、ね、頑張ってると海外行かせてくれました。で、留学させてもらいました。もっと優秀な人間がたくさんあった。 でもその海外にいるときにこんなことが起こったんですね、まあ、皆さん、山井証券というですね4つあった証券会社、大きな証券会社がいくつ潰れてたんです、でこのとき実は銀行も潰れました、いくつか。その時私は海外ににいましたアメリカにで、でも,もちろん私も銀行から来てたから、私の銀行は不安だったんで、まあ、大丈夫かっていいえあの会社に電話しました、そうすると、いや何言ってんの、お前って、全然大丈夫だよみたいなの、もうのんきな声が返ってきたわけですね。だだからあそうなんだ アメリカでこんなに騒がれてるのに日本でこんなにあ大丈夫だったんだ僕はだからその同僚の声を信じたんで大丈夫なんだなと思ってたんですがこれはたまたでも2年後ですかねアメリカにいたその銀行の先輩に来てたところいや何かこう自走の銀行危なかったんだよ僕ねびっくりしたんだからその時からえっと思ったんですねなんだろうってこのえアメリカと日本ってこんな情報が違うのって来てる情報が違うのって。 ほらおかししいいなって思い出したんで,す、ね、でまあ僕はもしかしたらこれ結構情報格差があるんじゃないかと気付いちゃってで銀行に帰った後にじゃあその情報扱う仕事って何かなって思って言ったらあーマーケットの仕事だと思ってまあ無理言ってマーケットの仕事をさせてもらいましたよ実は銀行で。でマーケットの仕事やってるとですね、まあ、何億っていう運用をさせてもらいまんですよもう僕の指動くと20億ぐらいバーンと動いて。うしょう お金の動きってのは面白かったんですが。がやってるうちに気づいてきました。そうか。うん、これは、あの。なんか、このお金の動き見てると、持ってにる人がどんどん豊かになっていくってですね。そんな状況。気づいた。これは絶対いかんぞと思って、かなり時間なくなりましたね。すみません。話じゃなかった。で、えー、僕政治家を目指しました。で、で政治家を目指してもですね。なかなかその、な、え、ん、ー、でしょうか。 いや僕は尊敬ですねでどうしよう政治家でも変えられないなってその時気づいたのがそうか政治家を選んだのは自分たちだだから自分たちが持ってる力を呼び覚まして自分たちの考える力と人生力を手にするしかないだから自分は教育の業界に行って一人々一にこれを気づいてもらうんだって本当に思ってもう周り全員反対したんですが、まあ、嫁さんも反対でしたがあの教育業界に行って、まあ、そこから起業してで、まあ、銀行を2つ作って。 でいやお前そういえばね事実をさせるためにやったんだろうということで社会教材を作って、えー、ここに至るんですねまあ私自身もまたその自分の魂の声に導かれてここにまいりましたねジャック・スパローのように魂の声心の声に従っているともう苦労ばっかりしますだけどもう苦労いいじゃないですかね苦労ウェルカムで魂の声に従って動く最後に「タイムイズマネー」 Term is soul ね、やはり自分の時間をどう使うかあちょっと皆さんがたくさん聞いてくださったおかげで話しすぎましたあのお時間なくなりましたが、えー、貴重な期間いただきましてどうもありがとうございましたまたよろしくお願いします。